シルクロード子供できた。おっと、見たわ。ヤフーニュース。めでて。普通に。いいね。地球に新しく人が増えるっていうのはいいことやん。保育部に使う。そう。プチミームになってない？なんか俺、ツイッターで。最近。嬉しい。そういえば最近、あれ何？なんで急にああなったと？嬉しい？いや、もう嬉しい、あれ。あれ、なんで？いつから？どうして？俺さ、俺ツイッター大好きっちゃん。で、ツイッターがなんで好きかっていうと、ある程度 LINE 超えと面白いやつがおるけんだよね。で、そいつらにおもちゃにされるのはすごく嬉しいけん。いいよ、好きにして。俺嬉しいけん、普通にあれ。いや、し、いやもう、あんなん楽しそうよな。でも、X だぞ、X。あ、そうやった。いいよ、もう俺別に。いっちゃん、そういうの敏感じゃなくなったっちゃん。最近、俺、そういうの敏感じゃないっちゃん。やけん、いっちゃんもうツイッターで。誰が言ってんの ?X って。今このタイミングでもう X に順応しとるやつは嫌われとうやん、ちょっと。あいつ X って言っとったっちゃけど、だるくないって絶対言われとうけん、気をつけた方がいい。X キー級に叱られるフォイクソみたいからフィスカーしたいうちし。俺、Q ちゃんとタメなのよ。俺、ちゃんと謝ろう、怒られた。ごめん、ほんと。ほんとごめん。世界気をつけるね。そう。そうよ。それ、Q ちゃんとタメ、俺。そ、バリおもろくない ?XQQ、俺、ノリヤキっていう、27歳に見えない3人組がおってだな。ここ3人は、同い年で27歳やね。めちゃくちゃおもろくない全員27に見えんじゃん。面白えと思って。あ、そうだ、あ、いや、じゃあ、ボドニーは1個上。その3人の1個上がボドニーやん。そう。ボドニーは、銀太とタメ。おもれえ。ボドニーと銀太がタメなの、ウケん、めっちゃ。あと、オニアも。オニアもタメ。そこは、悪魔の世代。そう、そこ悪魔の世代っちゃう。じゃ、ちゃんと俺らの方にも銀太がおるし、なんか、ちゃんとやっぱそこは悪魔の世代なのがおもろいよね。だから俺らの銀太、いや、マジで、ここ最近でマジ、銀太の面白かった話、2、3個ぐらい積もっとうよ、マジで。いや、それこそ今日、俺最近自転車なんやけどさ、っていう話は前したっけ？俺結構、都内の仕事自転車でくるくるって言っとおっちゃけど、そうそうそう。銀太も自転車なんよね。で、自転車同士って、最近気づいたっちゃけど、俺と銀太もともと住んどん場所も近いし、撮影場所が同じやったら、行き道が被るっちゃん。やけん、チャリ越えて向かっとったら、前の方に銀太がおって、おう、銀太お疲れ、一緒行こうぜ、とかがあるわけよ、学校みたいな、そう。で、今日も帰りに、こっちで帰り寄ったら、銀太と会って、おう、お疲れ、銀太、みたいな。わ、会うなんてすごいね、確かに。2、3回目ぶりやね、とか言いながら、一緒帰ろうって言って、パって何気なく銀太の方見たっちゃうね。したら、自転車でも言うて35分とかの距離っちゃう。30分とか35分くらいの距離やけん。普段自転車乗ったやつとかやったらわかると思うけどさ、自転車にさ、携帯ホルダーつけてさ、基本さ、ナビ出しながらやない？ナビ聞きながらかさ、ナビ見ながらさ、進むやん。ピューって。パって見たっちゃうけど、銀太、ナビついてなかったっちゃう。で、あれ？みたいな。銀太、ナビは？って聞いたら、覚えとうって言われたっちゃう。35分？自転車で35分で、別に、いつも行ったり来たりしょ、通学路じゃないとよ。通学路じゃない道で行っただけよ。なんで帰りでもう覚えとうわけいや、確かにもともと銀太ってめちゃくちゃ道覚えれるっちゃん。あいつめっちゃ道覚えるやつなんよ。もう本当に、プーケットの路地裏とかもうほんと一回も迷わず迷路みたいなとこ曲がっていって家までたどり着くようなやつやけん、こいつ記憶力すごいなって思っとったっちゃん。いや、思っとったっちゃうけどさ、まさか自転車で35分の道をさ、ナビ使わずに帰っとうと思わんやん。あ、こいつマジと思って。それは何って聞いたら、いや、その来た、そもそも一回来たし、みたいな。帰るときは、自転車乗る前に、ざっくりの自分家の方向をこうやってあっちの方って確認したら、あっちの方に進めばいいやんって言われて、全部何言っとうかわからんかった。全部。つまりなんてと思って。どういうこと？あいつマジ意味わからんかった、普通に。やっぱすげえよ。あ、俺、あれ。
すごいんやと思う。しかも、今日とか俺の方が別に10分ぐらい早く出たっちゃう。で、信号待っとったらケツから銀太ついてきて、おお疲れってなったでよ。なんであいつの方が早いわけ？俺ナビ見とるのに。なんでナビ見て、俺が10分先に出たのに、なんであいつの方が早いわけ？おかしいやん。全部が。もう意味わからんちゃう、あいつ。すごいっちゃん、多分。あいつ高速とか乗っとうとかやな。おかしいよな、マジで。マジこいつ、すげえぞ、マジ。やっぱあいつ動物なんよ。めちゃくちゃすごかったね。